皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日は久しぶりのレゴディメンションズの動画です。まあ、今日もっていうか久しぶりにドクターフーの方のレゴディメンションズなんですけど、ちょっとドクターフーのワールド、よく考えたら全然紹介してなかったなと思って、ちょっと今回はドクターフーのフリープレイで遊べるワールドのご紹介です。よろしくお願いいたします。そう、去年アップしたレゴディメンションズのドクターフー動画で、あれ何回目だったかな、2回目の最後かな。一応ここを映してたんですけど、これ今21世紀のロンドンで、これミニキットのターディスのコンソール、これも確か作って、2回目の動画で映してたと思うんですけど、まあ、こうやってちょっと上空登っていくとわかるんですけど、まあ、こんな感じなんですね。一応ここステージが、このステージが21世紀のロンドンっていう感じで出てるんですけど、ここしか今ない状態なんですね。で、ターディス入って、まあ、19世紀のロンドンとか、火星とか、スカロ、テロス、トレンザロワと。一応6つのステージがあるんですね。なので、どうやってやるんだ？まあ、ちょっと軽くどんな感じかを見て回ろうかなと思います。で、最終的には、まあ、他の動画で映ってるんでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ここをその19世紀とかスカロとかと地続きで移動できるようになるので、それも後でちょっとやります。で、さっきターディスで飛んでたんですけど、まあ、せっかくレゴディメンションズなんでね、他の作品の乗り物とか使って移動しようかなと思います。これバックトゥザフューチャーのホバーボート、これあれか、携帯アンロックしてないわ。まあ、ちょっとこれでちょっと回りながらやろうかなと思います。ターディスは一回しまいます。で、さっきから見えてるんですけど、一応ここにミッシーがいます。で、昔ミッシーの中のミシドクの動画でミッシーの動画をアップしたことがあります。で、ここ来るとマダムバストラがいて、この地下破ると地底の世界に行けるんですね。ここサイルリアンの、こうやってサイルリアンの世界行けるんですね。で、確かケイトとかその辺が捕まってた気がするんだけど、あれはバストラのミッションを受けないとできないんだったかな。あれもなんかバットマンのやつあるな。バットモービルは今作らなくて、来ましたね。
あ、で、これ買うと、なんか、あ、ジュークボックスができるんか。今、音声切ってるんですけど、一応 BGM で他のドクター・フーのテーマソングとか流せたりするんですけど、まあ、今ちょっと著作権引っかかっちゃうんで、それはやってないです。まあ、こんな感じで、サイルリアンの世界が広がってます。で、地上に戻るときはこいつを伝っていくと。Good afternoon. I'm a lizard woman from the dawn of time, and I need your assistance in a matter of the utmost urgency. The peace between my race and human life depends on. 確かコミックだったかな。ドクター・フーのロスト・ディメンションズで、あれ？ロスト・ディメンション？で、9代目ドクターとローズがバストラに会うみたいな展開があるんですけど、まあ、バストラのミッションはまた改めてやろうかなと思います。で、こっちの方に来ると、あれですね、シーズン8で出てきたサイバーマンの、あ、なんていうのかな、夢の世界の工場みたいなの。で、このお姉さんからこのオブジェを買うことができて、まあ、こんな感じで回してやると、サイバーマンが出てくるみたいな感じですね。まあ、こいつは多分ここで出てくることはなかったと思うんですけど、またこうやっても崩してってお金を集めるみたいな、そんな感じですね。こっちもなんかあるな。これは、これ例えばドクターを青色に移すと、ここ来れるんですね。なんだけど、これどうすんだっけ？あ、やべ、壊しちゃった。ちょっと待ってくださいね。ちょっとパワーパフガールズのバターカップを持ってきました。これ確か、ここで、なんかできなかったっけ？で、今度、ピンクに運ぶと、こっちの方に入れるんですね。こいつは、あ、これバターカップいけるわ。ちょっと待って、どうやってんだ？ああ、そういうことね。反対側じゃなかった。で、今度またドクターを青色に持っていくと、こっちに来れるわけですね。で、ゴールドブロックゲット。そういうことね。で、また黄色に戻すと、また元に戻れると。そういうわけですね。だから、レゴディメンションズはもう全般通じて、この召喚テーブルを駆使してゲームを進めていくっていう感じのゲームです。あとはなんかはしごがあったよね、こっちにね。
ああ、落ちちゃった。で、これは確か、多分サイバーマンでいけるはず。I am incompatible for use here. You will be deleted. あれ、サイバーマットで入れない。あ、ダメだ。You are the Time Lord known as the Doctor. You are an enemy of the Cybermen. こっから先に行けるキャラクター持ってないな。あのサイバーマットで、さっきみたいにサイバーマットを召喚して入れるところがあるんですけど、今回はそれ関係ないから、ちょっとロード・オブ・ザ・リンクのゴラムを借りてきて、あれ、あ、やべ、できちゃった。これタイミング合わせないと。ああ、いいですね。まあ、こんな感じですね。これなんだ？トラベルビトゥインザ。ああ。ターディスでここ、ターディスをここに置いてもタイムトラベルできますし、ここであの、ボルテックスをくぐっていくとまた別の世界に行けます。で、こっちに行くと、こっちはそんなにないか。ここにあのキャプテンジャックが現れるんですけど、まだ他のエリアを召喚できてないからか出てこないですね。じゃあここちょっとくぐってみますか。あー、スカード来ました。で、 K9 を出してこいつをぶっ壊すんですね。間違えた。で、そしたらなんか謎の機械が出てくるんですけど、この変なやつで、ワイルドスタイルを召喚します。で、また召喚テーブルを移動させて、そしたら今度ドクターでこれを操作できるんで、こんな感じであのスカロと21世紀がつながっちゃうんですね。まあ、これはもうレゴで、このレゴのゲームのオリジナルの要素だと思うんですけど、まあ、こうやってさっき言ったところに来れるってことですね。だからこうやってちょっとずつエリアを解放していくわけなんですね。せっかくなんでスカロをちょっと見て回りますか。で、スカロはどっかでまたミッシーのクエストがあるんですけど、一応ここにターディススポットあるんで、ここでターディスで来ることもできます。この辺もなんか劇中のどっかで見た覚えがありますね。
ちょっとあのハリーポッターのあのロンのお父さんの車を。これは、あ、これもバターカップで。で、ぶっ壊すと。あとは、この辺もあんま来たことないな。これなんだろう。これ多分なんか他のキャラクターで何かできるんだと思うんですけど、このキャラクターを使ってくださいっていう表記が出ないです。これなんだ？え、なにこれ、なにこれ。めっちゃコントローラーがプルプルしてる。あ、これ知らなかった。お、紫来た。まあ、こんな感じですね。ちょっと空飛ぶ車の操作が慣れてない。これは？これ壊せるだけか。そりゃこの辺なんかなかったっけ。ああ。これで何かを探さなあかん。ああ、これが出てきたってことね。で、こいつを今度、運ばなきゃいけないんですけど。で、今度またぶったまけますよ、これ。今回は、こっちか。そう、ドクターが巨大化するんですね、これまた。で、で、さっきのやつも。もうこの状態でダイレクト戦ったら絶対ドクター勝てるでしょ、これ。生身で。で、これまた投げちゃって。で、今度は、ドクターをオレンジ色のとこ行きます。で、ここに設置して、また大きくする。あ、そっか、これ、あれか。離れたら。ちなみに向きがなんかおかしい。あ、はまりましたね。これでいい。で、もう一個は？よし。で、バターカップを小さくして、大きくしてやる。で、ドクターをこの中に。あ、ドクターも小さくしなか。あれ？こっちか。で、こうやって入れるんで。バターカップなんかその姿勢辛そうだな。開いてない。で、ここで大きさ戻して、
ボタンを押す。まあこんな感じですね。よし。まあこんな感じですね。スカロは。でこの印象的なダーレクの像もあると。ぶっ壊れてんな。あれさっきやりましたもんね。じゃあ、ここってもう一回くぐるとどうなるんだ。あ、今度テロスだ。サイバーマンの墓があったとこですね、旧シリーズで。まあ、普通にサイバーマンが歩いてるんですけど。で、ターディスでここ来るとここにターディスが出現します。あ、ここにマダム・バストラいたんですけど、今はいないですね。違うんだ。あ、なるほどね。ちゃんとドクター・フーの要素がソニックドライバーで壊すんだ。そういうことか。でこいつでまたワイルドスタイル出して、これは？これじゃダメか。K9 でいけるかな？ K9 じゃダメだ。車じゃなきゃダメ。あ、できたできた。で、これでまた21世紀と世界がつながるはず。そういえば今思い出しましたけど、ハリーポッターもバックトゥザフューチャーも、あの10代目ドクターのあのシェイクスピアコードで、あのマーサが言及してましたよね。バックトゥザフューチャーの話とか、ハリーポッターのあの7巻の話とか、あれはドクターが言ってたか。だからそれがこうやってゲームで共演できるって本当すごいですよね。で、ここはなんだっけ？すげえ、サイバス工場のなんか、サイバーマン作るところみたいになってる。こういうのレゴで出して、K9 どうした？だこういうところもレゴで出してほしいですよね。そしたら、絶対買うのに。こいつをぶっ壊して。ああ、パズルね。ハッキング。ちょっと待てよ。この、こっちに来るやつに当たったら負けなんですよ。だからこれを、やべ、迫ってきた。これあれだな、サイバーマンの顔になってんな。これドクターをピンクのとこやると、やべ。こうやってあの消えてた道が出てくるんで、ここでも召喚テーブルを駆使して、
進めます。よし、これでラス1ですね。で、ゴールドブロックゲット。このゴールドブロックは後でキャラクターのこういう乗り物とかのアップグレードで使うんですよ。またここじゃなくて別の場所でアップグレードできるんですけど、こうやって今 K9 の第2形態とか第3形態っていうのが実はあるんですけど、こういうのにアップグレードするのにさっきのゴールドブロックを使います。あ、そういえばあれだ、ダーレクと K9 とターディスの各形態の紹介とかやってないな。ちょっとそれもまた動画にします。まあ、ここはこんな感じですかね。ああ、バストラ。バストラのミッションは、確か過去に1回動画でアップしてるんで、そちらもぜひ見てみてください。じゃあ次行きましょうか。こっちらもないよね。なさそうだね。おぉ、トレンザロア。で、ターディスのスポットもあると。お。あ、ここはなんか、あれだな、キャプテンジャックが出てくるところだ。で、またワイルドスタイルで、あれ、で、ドクターに変えて、そうするとトレンザロアが。で、どっかにジャックがいた。ここのジャックのミッションは昔動画でアップしたことあるんで、そちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。あとトレンザロアはあ、ちなみにここら辺に謎じゃないわ、なんだっけ、嘆きの天使がいるんですけど、画面から視界を外すと、あ、こいつら動かないかな。あ、こいつさっきまた動きが変わってるんですね。ほら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 、ちゃんとこういう細かい演出もされてると。そういや、なんかどっかで幽霊が出てくるとかあった気がするな。あれどこだったっけ。あれ、サイバーマンがいる。ああ、これはあれだ。エメットじゃないとダメかな。うん。せっかくだからエメット借りるか。あ、待って。
Yeah, someone else should probably take a look at this. Just at that moment, bubbles burst onto the scene. Emmet, で、これでいいんか。10代目ドクター震えてるよこれ。振動が。よし。まあ、こんな感じですね。車。あと。まあ、この中入ることもできます。これちなみに、真ん中の中心のやつ触るとぶっ壊れます。これ四角なんだ？あれ？あ、下になんかあるんだ。あ、これ知らなかった。見えない見えない見えない。こんな感じですかね。こっち行っても何にもないはず。ターティスの上来るとこんな感じですね。あれ？これなんかあるよ。これは違う違う違う。あれどうやったんだっけ。おう、あとなんだっけ、なんかゴーストバスターズじゃないと解決できないところがあった気がする。あった、ここだ。ここがね、ゴーストバスターズ持ってないんだよな。なんか幽霊がいっぱい。ほらほらほら、これ近づくとドクター怖がって逃げちゃう。ほらほら、危ない危ない。ちょっと、もしゴーストバスターズをゲットしたら、また戻ってきます。で、ここくぐっていくと、あ、今度火星か。ちょっと長くなっちゃったんで、一旦ここで区切って、また次回続きをやっていきます。多分今度火星と19世紀のロンドンで終わりだと思うので、ちょっと残りは次回に回していきます。では皆さんご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。